アンドロメディアは1997年5月に刊行された渡辺康二の近未来 SF 小説。渡辺の作品では初の書き下ろし長編となる。本校ではこれを原作とする映画についても合わせて扱う。天才技術者である高中人氏は父親で芸能事務所 Z プロモーションの社長高中隼人から同事務所に所属する人気アイドル。 人見舞いのダミー作成を依頼される。巨額を投じてバーチャルアイドル AI として完成した。それはハイテクの域を集めたコンピューターであった。AI は前の替え玉として活動していたが、天才ハッカーにより増殖せよ、複雑化せよとプログラムされる。これによって AI は自らの意志を持つようになり、ネットワーク内を暴れ回った挙句オリジナルである前に、 とって変わろうと彼女の命をも狙い始めた。舞の幼馴染み、小林優は舞の身を案じて彼女を守るべく奔走することとなる。やがて舞の記憶を持つ AI は優に遭遇し、自分は舞のコピーではないと自らの感情をぶつける。そんな AI に対して舞を守るべき立場の優の心は舞と AI の間で揺れ動いていくのだった。 1998年7月11日に全国小畜系にて公開。主演はスピード。監督は三池隆。配給収入は4.8億円。原作とはストーリーが大きく異なり、スピードやダパンプといった当時の人気アイドルが出演していることもあって、アイドル映画的な作りとなっている。高校生の瞳舞は親友や密かに思いを寄せている。 幼馴染みの優と共に日常生活を楽しんでいた。しかし、ある日、彼女は何者かに引き逃げされ死んでしまう。悲しみに暮れる舞の父で天才科学者の俊彦は舞の脳をパソコン上に AI として蘇生させるプログラムを開発した。娘をこよなく愛する俊彦は舞を生前からデジタライズしており、このデータからパソコン上で娘を蘇生させたのだった。 しかし、世界征服を目論むデジタルウェア社もそのプログラムを狙っており、これを知った前の友人や AI のメルトモは彼女を守るためにプログラムの入ったパソコンを持って逃げ出す。ありがとうございます。